腰の王子ゆうちゃんです。今日は、ご質問をいただいてますんでね、お答えさせていただきます。冬になるとね、こたつあったかいですよね。こたつに入ってみかんをよく食べるんですが、こたつって体にとってどうなんでしょうかっていうね、ご質問です。結論から言いますと、よくありません。もちろんね、あなたが、別に体の冷えとか冷え性とか冷えの問題を解決したいとか思っていないのであればね、別に入っててもいいんですけども、根本的に冷え性を改善していきたいっていうのであれば、こたつというのはよくありません。なぜならば、あれはね、もう自然界にないものですよね。あんなものはね、非常に高温すぎるんです。で、あれにずっと足入れてますと、ずっと熱がこう熱放射されてるわけです。あれはね、もう人体にとっては暑すぎて、実はもう燃えてしまうぐらいの暑さなんですね。だから脳はどうするかというと、非常に暑いのが常に当たっているので、脳は足が燃えてしまわないように、やけどしないように、冷えろという指令を足に無意識のうちに送るんですね。脳というのは賢くそういう風にしちゃってます。ですので、こたつ入れば入るほど冷えます。なので、こたつにずっと入ってる人ほど出たらやたらと寒く感じるはずです。長時間入ってる人はね。なので、だからあんだけ寒く感じちゃうんです。で、ますます寒いからこたつに入って、こたつから離れられなくなるってことになりますから、こたつ冷え性、特に足とかね、足だけじゃなくても全般ですが、冷え性を根本的に解決したいのであれば、こたつはもう NG になります。はい、こたつをやめることで、冷え性が治った方は、まあ、整体師として12万人の人見てきましたので、たくさんいらっしゃいますので、ぜひね、やってみてください。同じくですね、回路、春回路とかね、同じ原理でよくありませんし、電気毛布で寝るとかも、もう冷え性を改善したいのであれば絶対にやってはいけないことです。余計に冷えます。自分の、ちゃんと自分の体の中から熱が生み出される体を作っていくっていうことが大事です。じゃあどうしたらいいか、これはもうたくさん方法はあるんですけども、今日はね、その中の一つだけお伝えしたいと思います。これは体をさすることです。もうこの U チャンネルの動画でよく言っていますが、体をさすってあげること。特にどこをさすればいいかって言いますと、筋肉ではないんですね。実は、骨をさすってあげることで体は温まるようにできています。というのも、骨というのは、骨髄というのが入っていて、実は血液を作っているんですね。造血作用があります。で、その血液に熱っていうのをが持っていますので、血液がね。ですので、骨を適切にさすってあげることで熱を生み出す能力が高まってきますから、筋肉をさするより。ですので、骨をさする、どこをさすればいいか、ポイントはたくさんあるんですけども、骨でさすりやすい場所はまず手ですね。手、ここ骨ありますよね。こういうとこをこうしょっちゅうしょっちゅうよーくさすとくといいです。この骨張ってるとこありますね。こういう骨触れやすいところよくさするといいです。で、手と、3つのポイントだけ教えますね。手とさすりやすいとこ、あと頸骨といいましてね、すねの弁慶の泣きどころの骨、すねの内側の骨、硬いとこありますね。ここもよくこうやってこすってあげると、さすってあげると、体が特に足全体あったかくなってきますから、頸骨、頸骨ちゃんと呼んでますけども、縦腰ではね、頸骨ちゃんをよくこすってあげる。そしてもう一個が腰の中心にある仙骨、仙ちゃんですね。お尻の真ん中にあるここの骨ですね。これをよくこうやってよーくよーく、仙骨もね、ちょっと強めでもいいですよ、さすってあげる。けいこちゃん、仙ちゃん、てちゃんとね、てと仙ちゃんとけいこちゃんをよーくね、普段からさするようにしてると本当に冷え性良くなってきますから、ぜひね、やってみてください。もちろんそれと、一緒に縦腰体操っていうのをね、ぜひ習っていただいて、やっていただくと相乗効果です。今日の話は以上になります。ご質問ありがとうございました。